はい、え、二千二十年五月十日ナイチンゲール生誕二百年え周年という目ということでお話をさせていただきたいと思います。私は船橋市議でえ寸大有功の講師の朝倉と申します。で、えっとまさに今あの新型コロナウイルスのえー、状況の中で世界の看護師は本当に現場で頑張っておりおります。で、えっと英国のフロレンスナイチンゲール財団より世界の看護師に向けて。 メッセージが出されておりますのでぜひフローレンス・ナイチンゲール財団で検索してご覧いただければと思いますであと私の友人で看護師である池田智子さんがすでにナイチンゲールの生誕200年の記念公演というのを発信されておりますのでぜひこちらをもご覧くださいで私は実はこの間ナイチンゲール生誕200年という小冊子を書かせていただいておりまして、まああのー、5月中にはあのー 書店並びにアマゾンに出ると思うんですがあのこの、えー、内容をベースに、えー、話したいと思いますというのは私は駿、えー、大予備学校の方で2004年からナイチンゲールを考える特別講座をずっとあり続けてきましたでその内容を今回その小冊子にさせていただき本日もその内容をベースにお話をさせていただきますでまずナイチンゲールを理解する絵で感染症対策をめぐる200年史を振り返ってみたいと思います でこれ自身を非常に詳しく言っていくと、まあ、これ自身で時間がかかってしまいますので大雑把な流れだと考えてくださいで感染症対策するためには3つのアプローチが歴史的に試みられてきました一つは公衆衛生え都市を衛生環境を下水道などを改善することによって疾病を防ごうという考え方で2番目は青で書いてあるんですが医学研究を重視して細菌,のえ細菌を突き止めてそれを えーまあ、抑え込もうとする考え方それともう一つは個人予防治療ですね個人,個人的に例えば予防接種などで防御していく方向という3つのアプローチの仕方があったとでそれぞれの流れを簡単に言っておきますとまず公衆衛生がナイチンゲールの流れなんですがチャドイックというナイチンゲールのに影響を与えた理論家が 公衆衛生の動きをしましまたで。その流れの中にナイチンゲールのクリミア派遣もあったんですね。でえその次に医学研究重視ということで言いますと、あのーまあ、最終的には1883年のコッホの結核菌コレラ菌発見などあとパスツールの研究につながっていくんですが実はナイチンゲールはそれ以前だったんですね。でそのの、以前なんだけど、ジョン・スノーという人がこれらの 流行について井戸水が原因だということを究明したことも、まあ、この流れにつながっていく方向になっていきますそして、えー、もう1つ個人予防ということでジェンナーが1796年に首都天然痘の予防の、えー、予防接種に相当するものをはじめそして、えー、リスターという人があのフェノール消毒による外科手術そして北里柴田三郎が、まああの18えー、19世紀の終わりに血清療法を生み出すと。 いうような流れですねでナイチンゲールはこのあたりの流れの中にいたということですさてナイチンゲールの年表について考えていきましょうでナイチンゲールはイギリスのビクトリア朝の人、えー、ですで1819年にビクトリア女王が誕生しましてビクトリア女王は1837年に即位します、えー、そしてえっ、ー、と2000、えー、1901年まで、えー、女王で、えー、まああの 女王を務めますすののででほ,ほ,ほぼ同,時代の同世代の人なんですねさてナイチンゲールは1820年5月の12日に、えっと、両親貴族の両親のもとで,ですねイギリスから外国旅行でイタリアのフィレンツェフローレンスでフローレンス市で生まれたのでその海外旅行の途中で生まれたということでフローレンス・ナイチンゲールと名付けられました。さて それでその後の人生なんですが、えー、これをこれから詳しく見ていこうと思うんですが、大体の流れとしてこの、えっと、この、えー、む水色で書いてある部分が看護、看護の実践ですね、えー、22歳の時の農民小屋での看護体験、そして31歳の時のカイザーズ・ブベルト学園での3ヶ月の看護実習、そして、宿場病院の看護監督とクリミア戦争発見です。 つまりナイチンゲールが実際看護現場に出たのはわずか3年です3年ですでじゃあ他は何を言ってたかというとこ,これ以降なんですがあのクリミア戦争から帰ってきた後、えー、衛生改革のたまに様々な提言をすることに実はナイチンゲールの構成の一番の、えー、働きがあったんですね看護現場にずっと出ていたわけじゃなくて衛生改革のための提言をすることに、えー、力点を置いてたそして最、えー あの特に後半生においては西暦2000年の夢ということで病院の廃止とか病人の看護と健康を守る看護ということで在宅医療の方に思いを馳せていきます。さてそれではまずナイチンゲールは貴族の出身であります。で貴族でえっとロンドンの北と北側の町と南側の町にそれぞれまあ南側に主に住んで夏は避暑地でリーハスと という北側の避暑地に行きで年2回の社交シーズンは春と秋はロンドンに滞在するということで、えーまあ、本当に貴族としての暮らしをしていたんですねところが彼女はその、えー、ナイチンゲールはその貴族としての暮らしに満足できなかったさてでナイチンゲールはあのー、実は、えー、16歳の時で1837年の2月7日に神に仕えようというお告げを聞きます そして、えっと、それから彼女の人生が、まあ、本格的に始まっていくんですが、あのー、非常に面白い、えー、ナイチンゲールに対する分析の文章がありますのでちょっと紹介しておきます。まあ、これは私タイトルが私つけたんですがここからです小さい犬をこのナイチンゲールが、えー、っと犬を世話したという話があるんですけどこれは看護の精神につながる。 あの逸話としてよく紹介されるんですが宮本百合子という人はちょっと別の角度で紹介してるんですね小さい犬を可愛がろうとする心は子供にとって普通ともいえる自然の感情だけれどもその感情を徹底的に表現して犬の足にそいぎをつけるまでやらなければ承知できなかったフローレンスの実際的で行動的な性質こそ彼女の生涯を左右した一つの大特色であったと思うと。そそしてまたのの小さい少女の彼女彼が 牧師を終わりまで手伝わせさねばおかなかった独特の人を支配していく力、これもやはりこの婦人の生涯を貫いた特徴のある一つの典型であったということで、あの非常にあの、まあ、実はこれが後半の話につながっていくんですね。さて、えっと、じゃあナイチンゲールは最初からじゃあ看護の仕事に進めたかというと、実は非常に辛い20代がありました。母、えっと、母と姉はは特に母は えー、ナイチンゲールを貴族の宿女として結婚をさせると社交界にデビューさせて結婚をさせるということが貴族の価値観でありましたので、えー、当然その流れに彼女ナイチンゲールを従わせようとするわけですねで彼女はもともと数学が好きで数学を学びたいと思ってもいたんですが、えー、それもなかなか許されずにちょっとだけ許されたことがまあ 20歳の少し直前にあるといいうぐらいですそしてもう一つ重要なのは、えー、先ほど16歳の時に神に使えよというお告げを聞いたという話なんですけどそれからその実態が何か分かってなかったんですが、えー、22歳の時の農民小屋での看護体験で、えー、ナイチンゲールは「看護こそ自分の仕事だと思うわけです」でちょっとその時の文章読んでいきましょう。私のの心は人々の苦しみを思うと 真っ暗いないそれが四六時中前から後ろから私につきまとって離れないと主人たちが歌い上げるこの世の栄光も私にはすべて偽りとしか思えない目に映る人々は皆不安や貧困や病気に蝕まれているナイチンゲールの母親は貴族のたしなみとして貧しい人々に施し,しなさいということでナイチンゲールを連れて行ったんですがナイチンゲールはこの人々に寄り添うことが私の仕事だというふうに思ったんですね。 ところが、えー、それを思って看護の仕事に行きたいと思,思いまして病院に勤務する計画を立てるんです。ところが姉と母が大反対でする、なぜかというと当時病院の看護師は病院が不衛生でありますしディケンズという人がギャンプばあさんという、まあ、看護婦の物語を書いてるんですがあの上流階級からするとですね、えー、としても下品で下品な仕事であると。 とても上流階級がする仕事ではないという,ふうに思われてきて、姉と母は猛反対しますで。何度も彼女がいろんな計画を立ててくるんですが、猛反対をし、もう看護という言葉を家では出すなというぐらいに言うんですね。で20代、ずっとそれが続きました。ところが、27歳の時にこういう言葉を言っているんですね。 えっと、そのちょうどそのこのことばを発した直後ぐらいにシドニー・ハバードというハバード夫妻に会うんですね、そして結婚も29歳の時に、結婚に、まあ、私は看護の仕事がしたいんだということで断りました。さてで 20代、諦めない家庭でどういう心の葛藤があったかということですけど、ハウ・ハクシという人があの相談したんですね、こういう看護の仕事に、まあ、貴族だけでつくのは、えー、ど,あのどうかと相談したら、まあ、決して不層だということはないということを励ましてもらったということで、一時的に23歳の時に励まされるんですけど、もう25歳の時にはもう死に,、まあ、死にたいというふうに言ってるんですね、えー、それでも諦めないということを、であの20代ずっと諦めなかった。 ででそれで実は、彼女のその20代家族に許されなかった時の思いのそをどうしたかというと、まあ、本当に辛い思いをされたんですけど具体的な努力を続けたんですの、ね、何かというと数学と統計学の勉強を続けたんです好きだったからというのもあるんですが。あのまあえーと 親に絶対家事はやりなさいと今縛り付けられているので早朝に起きて朝暗いうちから自分の部屋で、まあ、数学の勉強をしたんですねそしてカイゼルベドル学園の後に彼女が、えー、看護実習に行くところの年俸を取り寄せてその それを見たり、あるいは病院の統計分析までするんです。で、なぜかというと統計学のことを非常に学んでたんですね。で、神の御心をするには統計学を学ばなきゃいけないというのがナイチンゲールの言葉です。で、彼女が尊敬していたのがアドルフケトレという人です。で、この人が統計学の基礎を作った人で、まあ、今私たち平均、平均値とか平均という言葉は当たり前で使ってますけど。 その多数の集団の中の平均的な値を調べてそこに焦点を当てて何かの施策をしなさいというのをアドルフ・ケトラが言ってたんですねでナイチンゲールはケトルを尊敬しエケトルに学んだんですけど同時に後にはあのやっぱりちょっと独自なことを言うんですねこれは「看護覚書」という39歳の書籍の中の文章ですけど正確な判断を阻む思考の周壁が2つあってどちらも人を誤った結論に導く。 すなわち状,況状態や状況についての観察不足、何でも平均値をとって予期値とする周壁の二つであるということで、平均は大切だけど平均に依存しない、特に看護は観察を大切にするということをあの言われているんですね。さて、三十代になりました。そして二十代の思いを引き継いで、ようやく実はシドニー・ハーバートがあの、まあ、有力者として、 えー、だんだんあの周りに現れてきたんで母たちも無視できなくなったということもありましてだんだん黙認する方向に来るんですね看護の仕事それでようやく3ヶ月、えー、31歳の時に3ヶ月実習が許されてそして、えっと、32歳の直前ですけど、えー、救い主したりというお告げをまた聞くんですね2回目のお告げを聞きましたそして、えっと、53年には食事を 病院の看護監督にハーバード夫妻の引きでなるんですね。さて、その30代になった時の彼女の決意の文章があるんですけど、こういうふうに言うんですね、まあ、特に30歳の誕生日です、今日で私は30歳、キリストが伝道を始められた年だ、もう子供っぽいことはたくさん、恋も結婚ももう結構と、死をどうぞ、心のみを私の未胸のみを考えさせたまえ。 主を見心を見心心とで。あと50あの31歳の時には家族について興味深いことを言っています。もはや家族の共感や援助を期待してはならないとあまりにも長い間彼らの共感を絶望してきたため私はほとんどそれを諦めなくなっていたのだだからもう理解を求める努力さえ放棄すべきなのに何かを自分の手で掴み取らなければならないそれは与えられるのではないということを言っています。 女病院というものの看護監督、ハーバーの引きで、えー、なったところですごい能力発揮されるんですねで、今にもつながるいろんな仕事をこの時に成しました、1つはナースコールです、ナースコールというのは今当たり前ですけど、ナイチンゲールが、まあ、あの当然、今のように電気ではなくて呼び鈴の形ですけどあの、まあえー、作るという形をしました、それから配膳用エレベーターですね。 あの患者のための食事を運ぶエレベーターを考案したその温水配管や物品発注も集約したり企画化したりしたで特にこの1番と2番の発想においては非常に後の看護覚書の中にこういう文章がありますあなたがそこにいる時自分がすることをあなたがそこにいない時も行われるに対処する方法,方法ということですやはり配膳のために看護師がそのエレベーターを上下する時間やあるいはナース、あのー 自分が、えー、ベッドサイドから離れたときに患者が容態が変化したときに、えーまあ、見ることができない体制を作り変えるためにこういう発案を次々にしていくんですねで、この有能な監督能力を見てまして、いよいよ、えー、クリミア戦争になります、でクリミア戦争は1853年、ロシア、こちらがロシアですけど、ロシアのが南下、南に進出しようとするんですね。それなぜかととというとロシアにとっては海軍で不登校 凍らない湖を確保するためにどんどん南に進出しようとする政策がありましたので、えー、オスマントルクに対して進出していくわけですねで一方イギリスとフランスは、まあ、このロシア対ロシア戦略から言ってオスマントルクを押していきますでその戦争の舞台がクリミア半島ですでこのクリミア半島で戦争が起こりましてその傷病兵たちがこのイスタンブールのえっ、ー、と まあ、海峡を挟んで反対側のすくたりに送られてくるという状況でしたで、えっと、その状況の中でナイチンゲール看護台が派遣されるんですが、えー、派遣されて着いたのが1854年の11月ですねでそれから次の年の3月までは本当に不衛生な状態と、えー、それから旧怠然とした軍軍が例えば 伝票をきちんと書かないと物資を出さないとかね、患者が本当に苦しんでいても、えー、規則から、えー、そのちゃんと伝票がないとそれ出せませんとか、そういうような、旧態然とした体制を取っていたり、物資が不足したりするというところを、えー、なんとか徐々に変えさせていくんですね、えー、でそ,それにあのもう注力をするということです、でそして、えーっと、そのナイチンゲールがビクトリア女王に手紙書いたこともありまして、 あのまあ、シドニーハ・ハバートが動いたこともありまして、えー、2つの委員会が、えー、スクタリ、えー、野戦病院とかクリミア戦争全体の野戦病院を視察しますそれは物資補給調査委委員員会会と衛生委員会ですで特にこの衛生委員会のサザランドでも後にナイチンゲルの協力者になっていく人が、えー、スクレタリ病院の例えば下水が滞っていてそれが、えー、そ,そこで発生する汚れた空気が 引き上がってくることが疾病の原因だとか、そういうまことをきちんと解明して改善すると、でナイチンゲールもそれに協力するということをやりました。でそして、だんだん安定してきたので、そのまランプを持った寄附人としての病床周りの様子が、イギリスにも報道されて英雄になっていくんですね。でところが、世の中的にはこっちが有名になってしまってるので、ここの最初の格闘のところが、 少し忘れられてしまってるんですけどナイチンゲンの最初の格闘はここにあったんですね。さてそれで、えー、っと56年のに春に戦争が終わりましてしばらくその戦後も、あのー、スクタリ病院で、えー、最後の艦兵士を見,あの見送るまで、えー、いましてそして7月にクリミアから帰国するんですね。 でその時の彼女が言った言葉です、えー。私は地獄を見た、私は決して忘れないということを、えー、いろんな書物というかその書き留めの端に何回も書いているんですね。そして、えー、こういうふうに言っています。かわいそうな兵士たち、あなた方をクリミアの墓に残して帰っていくなんて、私は,はる悪い母親です。6ヶ月の間に病気が原因で8つの連隊の73%が死んでいった、今誰がそれを思うであろうかということです。で実は、 あのナイチンゲールの肉声が残ってます。えー、これあの検索でナイチンゲール肉声と入れていただくとあのネット上に出ておりますのでぜひ、えーまあ、ナイチンゲールが晩年にあのこの肉声を録音したんですけどその呼びかけがパラクラーバの兵士たちなんですね。だから彼女はもう 大きな仕事を成し遂げた後でもやっぱりパラクラーバの兵士たち繰りミア残していた兵士たちのに呼びかける気持ちをずっと持っていたということですさてそれでえっ、ー、とスクタリからイギリスに帰ってきましてそっからの,あの1年間が実は一番、えー、大変な仕事だったんですねというのは、えー もう戦争が終わった後、しかし、その戦争の中で、野戦病院の衛生状態の悪さ、えー、そして軍のぶ物資の補給の遅れなど、これらが、えー、兵士たちを、えー、あの死に追いやったということを、決して忘れないという思いで来ましたので、56年の9月に、まず女王とパン,パンミア陸軍大臣に面会席がありまして、それから実はパンミアがなかなか、ね、動かなくて消極的で、シドニー・ハパと、 に圧力をから圧力をかけさせたりして、ようやくえっ、ー、とまあ、王立委員会というのができたんですね。で、王立委員会の中で、えー、軍の、えー、野戦病院の状況がどうなっているかをきちんと調査し、改革をしなさいという委員会ができて、その委員会に向けた陸軍の保険に関する報告書をきちんと書き上げていくということに、えー、全力を尽くすんですね。で。 その時にあの彼女が使った手法が統計資料の,あの視覚化ですえ、えっと、その実際に報告書を読む国会議員とか女,女王あのビクトリア女王あるいはそれをやがて市民にも理解してもらうために出版も、まあ、可能性として考えてたので市民が、えー、読んだ時に数字だけがずらずら並んだ表では説得力がないということでそれを何とか視覚的に表現できないかということでいろいろな 図をあの考案しますこれが鶏のトサカに似てるので系統図というんですがえクリミアスクタリでの各月の死亡率の比率を分析して、えー、扇形の半径の長さで示しましたでこの黒と白が負傷とか、まあ、その他の死なんですけどこの灰色になってるところが、えー、予防可能だった衛生状態が良ければ予防可能だった今でいう感染症による死ですね でそうすると、戦場で死んだんではなくて、野戦病院の衛生のよによって死んだということがあの、この視覚化でも明確になりまして、それから衛生改革が進んでいくということになります。さて、で実はこの、えー、と系統図は、まあ、よく皆さんが見かけている、このレーダーチャートですね、これはあの体力分析のレーダーチャートですけど、えー、この円形に、えー、値を表していっていく。 例えば、まあ、前屈が弱いとかそういうことを分析できるレーダーチャートの基礎になっております。え給食あのえ病院の配膳エレベーターは今、学校給食にも使われていますのでえ学校現場でえ児童たちがあの配膳をするエレベーターのところに行くのはもともとはナイチンゲルの発案だというふうに私たちの生活に非常に大きな影響を与えております。さて、イギリスに、 パッショネート・スタティシャン、まあ、情熱的な統計学者というドラマをナイチンゲールの物語を、えー、イギリス,が、えー、ギリスでのテレビがドラマで作りましたでこの、まあ、私はこれを、まあ後で説明しますけどあの購入しまして、まあ、あの寸大の授業など,などで使ってきたわけですがあのその中でこれが王立委員会への報告書をまとめるためにナイチンゲールと協力者の統計学者のウィリアム・ファーが 相談している場面です。で、この風景ちょっと変だと思いませんか？実はナイチンゲールはあの床に伏せてるわけですね。寝床に座って話しているということです。で、実はナイチンゲールはあの非常に。あの後世はもう病気がちになりまして。だいたい。その自宅の部屋の中でずっとこういう形で。 えー、有力あのいろんな協力者と相談しながら報告書とか提言書をまとめ上げる生活をしていましたので彼女の後半生はこの,この姿が一番、まあ、本当に実態に合ってるんですね。でそして特に、えー、後で話しますけどシドニー・ハーバードを中心に、えー、あの衛生改革を成し遂げた時には彼女の部屋から発信される情報とか提言によって あの陸軍の衛星改革が進んでいくので皮肉を込めて小陸軍将というふうに言われていましたさてそれでちょっとここは私が短期間で話,話ができる話ではないのでちょっとご紹介にとどめますけど、えっと、私がまあここに一発戦入っておりますけど、えっと、スミスという人の、えー、ナイチンゲールの一番代表的な伝記があるんですねでこれも熟読させていただいたんですけど これがいわゆるナイチンゲールの正式な歴史というか、一番公式な歴史です。で、それと、またスモールというちょっと別の角度からの本を書いたんですね。ナイチンゲール神話と真実という本を書きました。で、特にスモールがこのスミスの精死の中で、ここの時期の評価がちょっと違うんじゃないか、抜け落ちてるんじゃないかということを言っています。特に王立立委員会のののち上げ直前の57年の3 3月から5月ぐらいの手紙をナイチンゲールが注意深く処分しているという形跡が見られるんですね。でその意味は何かということを問いかけながらナイチンゲールの本心はどこにあったのかということをこの本の中で書いておりますので、まあ、ちょっとそこら辺、えー、さらに興味を持った人は読んでみていただければと思います。さてシシドドニニーーーーハハババトトこ、あののはナナイチ、えー、ナイチチンンゲゲルルに会い 能力を認めて、宿助病院の看護監督を、ま、任せ、そしてクリミア戦争の時に戦時大臣をやってたので、ナイチンゲールを看護団の団長として派遣するということを決定した、まあ、ナイチンゲールを看護の道に、まあ、本当の彼女の本心の看護の道の、えー、を切り開いた人なんですね。で、10歳年上です。ところが、これをちょっと見てください、これクリミア戦争からもう5年後ぐらい亡くなってるんですね。 でなぜかというと、実は病、ちょっと病あの疾病を持ってたんですね、えー、それで、えー、その疾病を持ちながら内次元に協力していったんですが、最後のやり取りがこんな感じなんです、1860年、えー、こうして陸軍省、まあ、その時また陸軍大臣になってたので、陸軍省と下院,、まあ、下院議員です、ね、の仕事を掛け持ちで続けていく毎日は、寿命を1日ずつ縮めていくようなもんだということを、妻に。まあえーと 愚痴を言ううとということがありますそしてナイチンゲールがシドニー・ハバートが4つの衛生改革などに関する委員会の座長を務めそして一時期は陸軍大臣もやってたのでもうシドニー・ハバートこそが衛生改革を彼女が持っていた衛生改革を成し遂げる,できる人だということで結構頑張りなさい頑張りなさいって言い続けたんですねで61年の6月にはこんなことを言っております あなたははこの先何年もも働けると私は信じてますもう本当に病気で、えー陸軍省の、陸軍大臣も辞めた後国,国会議員でも上院,議員上院議員になった後ですね、会員はきついのでということで、陸軍省の気候改革に関しては、これがあなたへの最後の手紙になるかと思います。 ホーズというのはこの衛星改革に消極的な方ですけど、えー、ホーズが勝ったのです、不謹慎の思いでしょうがあえて言います、悪魔に軍配が上がったのですということで、あなたが頑張らないからあの、まあ、敵に負けたんですよというようなニュアンスで言ってる、まあ、それでハバウトはもう反論もで、まあ、しないんですね、そして、えー、ナイチンゲルのために頑張ろうとするんですが、まあ、最後、8月の2日に亡くなります。 えー、51歳ですよね、若いですよね。で、ハーバードの死のとこで何言ったか、えー、かわいそうなフローレンス、かわいそうなフローレンス、2人の仕事はまだ終わってないのにということを死のとこで言ったということです。で、有力な協力者であるシドニー・ハーバードを失って、やはり彼女もあのショックを受けるんですが、ほ、まあ、他の協力者と一,一緒に衛生改革の仕事は続けていきます。これが先ほど言ったまあ,あの 人を支配するというとちょっと言葉が悪いんですけど、人をに、まあ、あの魅力を感じて、そして一緒に仕事をずっとあのさ,させていく能力というか、それはえそのことで、やはりシドニー・ハバートも動いたし、衛生改革も実現したということで、彼女の得意な性、まあ、その能力がこの世の中を切り開いていったということで、まあ、え別の言葉に置き換えると、執念と言ってもいいかもしれません。 さて、じゃあ彼女の、あのー、自然、えー、っと疾病感というのは、えー、健康感というのはどういうもんだろうかということでちょっと紹介しておきます。これ病人の看護と健康を守る看護という文章の中の一つなんですけど、Fat is sickness. A sickness is a disease in nature's way of getting rid of the effect of conditions which have interfered with health. 健康をを阻害している条件を取り除く病気というのは健康を阻害している条件を取り除くための自然の働きであるということですねつまり病気とは自然の回復過程とよく略して表現されるんですが病気とは自然の回復過程でありその患者をいい状態に衛生状態も含めていい状態に置けば患者が自己治癒で回復していくそれを助けるのが看護なんだというような考え方を持って さてその考え方もつな,つながるんですが、えー、私たちの西暦2000年に向けてこのようなことを言っております全ての看護の最終も目標は病人を彼ら自身の家で看護をすることだというのが私の意見です私は全ての病院と給付員が廃止されることを期待していますでも西暦2000年のことについて話したところで何にもなりませんねということで西暦2000年に言及してるんですね でえっと、それから、これはちょっと書簡なんですけど、こちら正式に出版した文章の中でこのように言っています。将来、私は年老いてその目で見ることはないであろうが、さらに道は開けてくるだろう。病院というものは、あくまでも文明の発達における一つの中間段階に過ぎず、実際どのようなことがあっても、すべての病院に受け入れているわけでもないと。我々はすべての母親が健康を守る看護婦となり、貧しい病院はすべて自宅の 地域看護婦を迎えるその日が来るのを待とうということで、実は現在の保健師活動の、えー、が、まあ、あの目指すべき理想だということを言われているんですね。で、この姿勢というのは私はすごい感動しておりまして、というのは、えー、彼女自身が実際にやったのは病院の衛生改革です、実際、病院覚書という本も書いておりまして、病院の衛生改革を具体的に進めさせました。 で病院の仕事をやったんですが、えー、同時にその病院というのは理想ではないということを同時に言って、未来への夢として託してるんですね、現在の、えー、自らがやるべき仕事はここであるけど、将来の理想は別のところにあるんだということを夢として未来に託したということが、あの非常に今やることと未来への、えー、希望ということを両方言うというのはすぐ素晴らしいなと思っております。さてじゃあナイチンゲールは実は実 あの王立委員会の報告書を提言で国の政策を開催したりするような力を持った、まあ、あの政治力を持った人なんですが実はこの男性社会の中で論争で物事を成し遂げていったという女性像というのは特に20世紀になってから、まあ、例えば医師が男性で看護婦が看護師がその元で働くという医療体制の中のピラミッド体制 あるいは軍隊組織の中のピラミッド体制ではそのようなあの激しい女性の姿というのはやはり扱いにくかったんでしょうあのい,いろんな形でイナイチンゲル像のイメージが作り変えられていきますでそのことを研究したのが、えー、看護婦はどう見られてきたかという本があるんですねでちょっとその中を紹介していきます1937年にできた「えー、白衣の天使」というハリウッド映画に関する えー、そのイメージハリウッド映画の中でどういうふうにイメージが作られていたかという話ですね。映画の中のシーンもナイチンゲールに対して同じ効果を与えている彼女のようにパラクラーバの病院の前に座ることでナイチンゲールは英国の陸軍の医療体制さえ譲歩させなければならないほどの共感を、えー、引き起こすこれは映画のヒロインにとって人間と感情の勝利である彼女は不正の前で静かな不服従の姿勢によって共感を引き起こし悪魔の ようなと石及び非人間的冷たたい官僚に対して勝利を収めたのだ。つまり実は映画の中では論争はせずにスタンディングですねその病院の前で立っていることで相,あの相手、まあ、を介、えー、させるというような形のイメージで作られるわけです。で看護の母は政治的な立ち回りのうまい行政官、実際の内地演技ではそうであったんですね。 実際4つの委員会をシドニー・ハバートを通じて動かして実質、えー、勝利区軍省と言われるぐらいに動かしていったわけですから実際のナイチンゲルはそうであったがとしてではなくモーラルの力を通じて勝利する呪文の下の部として描かれているとさらにその、えー、ナイチンゲル像のイメージの作り替えは日本でも行われました川島みどりさんの文章です、えー、その後わが国の看護婦養成は医師によって行われ医師の手足となって働く看護婦への 機体が主流ととなったことまた日清二次郎戦争から太平洋戦争終結まで男性兵士に越してえ戦場に赴く従軍看護婦を鼓舞するツールとしてのナイチンゲル像が当時の国策推進のためにすごく深刻させられたことによると思われるそれは犠牲的献身こそ最大の美読であるとして国家大臣に予定する果敢な女性像にほかならないということでナイチンゲルの論争化としての激しいイメージは作り変えられていてなんとなく白,紙白衣の天使。 ランプを持った貴婦人という、えー、イメージになっていくわけですねさてそれで、えー、その後の歴史をもう一回振り返ってみましょうじゃあ、えー、その実はちょっと今日、あのー、詳しく触れない、えー、まあえーえー、っとちょっと背景としてもう <laughs> やっぱり触れときます実はこの公衆衛生による、えー、都市を衛生的にすることそれから医学を研究することそして個人の予防することこの3つは今は統合されて当然全部やるべきだと。 いうふうに思われてますね。で、愛矛盾しないというふうに思われてますけど、実は1800年代ナイチンゲールが活躍した時代はまださ、広報の最近のまあ、原則も確立されてなかったし、病原微生物も多くが発見されてなかったという事情もあるんですけど、あのこの2つの説は対立してたんですね。で、公衆衛生を重視するのか、で、医学研究を重視するのかと。で、公衆衛生の理論として小気節つながった小気節これは。 都市の中のよどんだ空気、例えば下水から吹き上がってくるようなよどんだ空気が病気の原因なんだそ、そこに本当は細菌もいるんですが、その細菌という実態は分かってなかったので、汚れた空気こそが病気の原因なんだという説があった。で、一方、細菌説につながる流れは、いや、病原微生物まで想定したかどうか分からないけど、何か医学的な原因があって、病気が起こるんだという主張の中で。 対立してたんです。で一番の対立の,あのポ,イン、まあ、ポイントの一つが、ロンドンに病院を作るべきかどうか、新しい病院をロンドン市中に作るべきかどうかで、ロンドンはまだ衛生改革が十分でありませんでしたから、ナイチンゲールたちは反対したんですね、とてもこんな衛生環境が悪いところに病院は建てるべきじゃなくて、建てるんだったら郊外に建てるべきだと。しかし、か 医学研究重視者のシャサイモンの方は、まあロンドン市中の方に病院を建てたいということで、病院の建てる場所についても論争が起こったりして激しく対立をしてました。で、その二つの対立は結構その後もあの歴史の長い歳で続いていくんですね。で、公衆衛生都市の衛生環境下水道の改革とかを重視する流れが、まあこうナイチンゲールによって強まったんですが。 実はここら辺から細菌説が解明されてきて、医学研究が進んできて、特にやはりこのフレミングのペニシリンの発見による抗生物質の開発によって、細菌を封じ込めることができるんだということになって、19世紀初頭は、細菌、細菌説と医学研究重視の方の細菌を薬で封じ込めることができるというイメージになったんですね、で実はナイチンゲールとシャドウィックの流れの公衆衛生というのは、一旦弱まるんです。 弱まるんだけど実はこれは抗生物質に対する耐性菌の問題や医療費がかかりすぎるという問題が起こってきまして、えー、大転換が起こったのが1974年です、えー、カナダのラドンド健康大臣が、えー、ラロンド報告というのをするんですね、でその中で、えー、やはり公衆衛生的な手法で都市自身を健康にしなければいけないと。で WHO が健康都市宣言というのをこの流れの中で起こして、いくまた公衆衛生の考え方、ナイチンゲール的な考え方が復活してきます。で、今、まさに2020年は、まあ、この3つの力をすべて合わせて、やはり私たちは COVID-19 には対処しなきゃいけないと、でその節目として、生誕に 200, 200年があるんじゃないかなと思います。さて最後になんて私が 看護師でも保健師でもも保なくて医療従事者でもない私がなぜこれほどナイチンゲールを評価して、まあ、予備校でも15年間もこう講座をやっているのかということでちょっとその個人的な出来事をお話しさせていただきます個人的な出来事と社会的なことが連動しているんですがやはり1990年代から いろんな動きがありました、社会的には。ま,あ、まずナイチンゲール研究が進展したんですね。さっきのヒュー・スモールの研究とか、あるいは看護婦はどう見られてきたかというハリウッド映画の分析もこの頃、えー、進展してきたと。それから1990年に看護の日というのがナイチンゲールの5月12日の誕生日を、まあ、厚生省です、まあ、当時の厚生省が正式に決めたと。そして看護教育も3年生の看護学校から4年生の看護学部へ。あのー だんだん力点が移動し、そして看護学部の中では、地域保健の担い手である保健師の要請が重視されるようになったということ、そして最も大きいのが、介護保険と在宅医療の進展でですねでまさに2000年が、介護保険の、まあ、ちょうど節目でしたので、ナイチンゲルの予言通り、西暦2000年に地域医療への進展が行われたんですね。 でそういう中で、船橋が千葉県から独立して中、中核市になると、中核市になると、千葉県の船橋保健所が船橋保健所になるということが起こりまして、私、この時に1期目の議員をやってたので、まあ、船橋の保健所が移管されるとしたら、どういうことが必要なのかということを調べてたんですね。そうしたら、こ,この本に出会ったんです、正田智彦保健婦、普通を守る仕事の難しさという本に出会いました。で実は これに出会うまでは、私もナイチンゲールは白衣の天使で、献身的で奉仕の心を持った、まあ、ランプの基本人だと思っていたんですが、この本でようやく気づいたんですね、2000年か2001年ぐらいです。介護保あで新宿区区民健康センターの訪問看護師にを取材に、この人が、まあ、ジャーナリストが取材に行ったら、こういうふうに言ったんですね。介護護保険のの制度化などで訪問看護のニーズが増えて 多くの看護師が地域に出るようになったけど、病院での臨床解剖の訓練しか受けてこなかった看護婦が、にすぐ地域で訪問をやれと言っても難しいですよ。新カリキュラムでは、どの学生も在宅看護を学ぶことになってますが、日本にはそれを教えられる人がほとんどいないんです。面白いことにね、あのナイチンゲールがね、150年も前に地域看護婦を育てることが、看護教育の究極の目的と言ってますよ。ぜひ読んでみてごらんなさい。今でも少しも古くいないことにきっと驚く。 ものと思い,ますよということでこの正田さんもナイチンゲールを読むんですけど私もそれと同様に2001年ぐらいからナイチンゲールを読み始めましたで、えっと、ナイチンゲールを読み始めたこの2002年の質疑で儀情で思わずあのナイチンゲールのことをこう語,ってし、ままあ、語った流れもありますさてそれと、まあ、その西暦2000年にいろいろ不思議なことがあるんですけど 私、西船保育園に子供を通わせてたんですがそこで保護者がその子供たちの保育かのための裏紙を提供してくださいと保育園から言われるんですね。でそうすると私も住んだ予備校の授業で使ったプリントの裏を提供してたりしたんですが同じクラスに看護学部の講師がいまして。 彼女が提供した、まあ、お母さんですね同じ,同じクラスのお母さんが提供した裏紙がたまたまうちの子供のの漫画がそこに書いて戻ってくることがあったら裏紙を読んだらナイチンゲルの言葉が書いてあったりして、まあ、病気や自然の回復過程だとかそういうのがあって非常に興味深かった。で同時にちょうどちょっとある理由があって放送大学に入ったらこの「疾病とその回復過程」という講座がありました。 そして、ちょっと2003年に1回議員を浪人したことがあって、寸大尾行でランチタイムという特別講座をやることになったんで、ナイチンゲールをテーマにやりたいなと思い始めたということ、それから、放送大学の法務図書館で先ほどの,あの、えー、パッショネイト・スタティスティシャンですね、情熱的な統計学者というイギリスが作った、イギリスの BBC ですけど、BBC が作った映画に出会うと。で えー、映画のなんてうかな取り扱いってなかなか難しいんですけど、な,なぜかちょうどこのタイミング、2001年から2005年のどっかで、マルゼンが BBC も含めたあの医療系、理系のビデオをあの販売していた時期があったんですね、でそ,のその後すぐにやめちゃったみたいなん,ですなんですけど、ちょうどその時期に私はその、えー、もの、入手ができまして、それをその後15年間。 使使って、まあ、現在でも必要があれば使う形をしておりますあと,あともう一つは、私の大学の先輩で、堀池洋子さんという方がいたんですけど、ちょっとまあ素敵な方で、憧れてた方で、しかし何もなくて、あのまあ、大学卒業されたんで、会わなくなったんですが、どうしてるかなと思って、ちょっとあこあの頭の隅に止まってた時になんと、先ほど言った、これですね、えっと、あこれだ、えっと。 この看護婦はどう見られてきたかという、えー、この訳本を書いた役者の一人だったんですね。それで、えー、じゃあこの看護婦のナイチンギル像の作り替えも含めた看護師層の再検討誰がやったかというと、大阪大学医学部に集まった女性研究者医師グループです。やはり女性の立場から医療を問い直そうということで、研究会を開いていた中で、この本を訳そうという話になったんですね。でその役者の者中に堀池さんもおおられて、なおかつ実は、 えっと、薬師このえさっきの本を訳した後に亡くなられたということも知りまして、えっと、私が実はだから古木奥さんの名前を見たのはその訳本の中の役者としてでありもう亡くなった後でありましたでえ同じグループの中でこれもネットで出てますので「学問のク,エルクレオール」という文章の中で宮地直子さんって一橋の,あの同じグループにいた教授が。 えー、この堀池さんのことを思いながらあの学問なりかと問いかけた文章がありますのでご覧いただければと思います。さてということで最初に戻りますけど、えー、以上のような話をベースにして、えー、また、えー、きちんと流通ルートがに乗りましたらご報告いたしますけどこれを書かせていただきました。で私はは医療従事者じゃないのので、まあ、市市議議として、えー、市議会関係の調査は したり、まあ、あの中学生向けに数学の動画を発信してたりはしたんですけどやはり在宅することが必要であるという時期でありました。えということでじゃあこの在宅の時期を何に使えばいいかということで、まあ、この15年間私がずっと予備校で買ってきたことを、まあ、世に出版してみようということで今回これを作りましたということで、えっとまあ、あのまたお読みいただければと思います。でえっと 昨日まで数学の動画を発信してきまして本日がナイチンゲールの話をいたしました、えー、そしてちょうどナイチンゲールという、まあ、数学を利用しながら公衆衛生を成し遂げた人の話を起点に折り返しというかにしまして明日からは生命ウイルス遺伝子、えー、免疫という、まあ、今の COVID-19 に対するあの対策というか根本的な知識も含め、えー、基礎知識も含めてえー、っと ま、あの中高生や市民の方が理解をあのしていく手助けになるように、また8時からこの形で講座をしていきたいと思いますので、またご覧いただければと思います。ということで、えーっと、最後にですが、せっかくですから、このナイチンゲールに対する全世界の看護師への呼びかけ、これは実際に ネットで検索していただければ読めると思うんですが一部だけ今の中で頑張られてる、えっと、ところを読ませていただきましてちょっと本当に現場で頑張,頑張られてる看護師さんへの 感謝を込めて200年を締めくくりたいと思います。全部読まずに一部だけ読みますね。私たちは他の多くの人たちはフローレンスに2000年周年記念のために計画されたおあいお祝い延期していますが、できる時が来たらお祝いするでしょう。祝賀会ではコビット19が招いた命の喪失への悲しみに満ちた鐘の音が響くでしょう。 私たちは患者のために命を捧げた人たちのことを思い起こすことでしょう。今日も私の地元のポーツマスの病院で最前線に立つ看護師や助産師をサポートするために NHS の労働力の一員として加わりました。私は私の義務を果たすために私たちの専門職をサポートしたいと思っており、同じ制服を着ています。リーダーシップサポートはフローリス・ナイチンゲール財団が行っています。ということで、うんまあ、あのナイチンゲール・えー 本当に現場の看護師はナイチンゲル200年という節目に祝うどころの話じゃなくて、本当に最前線の現場で頑張っておられるのもそ、その行為に感謝しながら、まあ、ある意味では在宅せざるをない私が、えーまあ、ナイチンゲルの話をさせていただくのが、一つのナイチンゲルを15年語ってきたものの役割じゃないかと思って、本日講座をさせていただきましたどううもごご清聴ありがとうございました。